皆さんこんにちは、ジェイソウルゴブルダーヒロイヤー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターユニコーンの続きになります。前回の動画でこちらのユニコーンを組み立てました。今回の動画はこちらのタツノオトシゴに組み替えます。はい、ユニコーンの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではタツノオトシゴに組み替えます。完成、タツノオトシゴです。はい、ユニコーンからタツノオトシゴに組み替えました。ちなみに組み立てに15分かかりました。タツノオトシゴってファンタジー世界の動物よりかは水生生物だと思うんですけど、色的にファンタジーの世界の動物っぽく見えますね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。まず台座パーツはこのようになっていて、前回のユニコーンと違って色は少なめになっています。タツノオトシゴを取り外した状態だとこのようになってます。台座パーツも小さいパーツをいっぱい使われていて結構よく作られています。では続いてはこちらのタツノオトシゴを見ましょう。今回のタツノオトシゴもユニコーンと一緒ですごいカラフルになっています。では近くで言いましょう。まずこちらが頭部です。頭部の角と目のパーツはユニコーンのものと一緒です。頭部も少ないパーツでよく作られています。続いて胴体はこのようになっていて、胴体めちゃくちゃカラフルですね。胴体もカーブパーツをいっぱい使われていて結構まるっとしています。ちなみに背面から見るとこんな感じですごいさっぱりとしています。はい、そして尻尾はこのようになっていて、尻尾については結構簡単な作りになっています。ではこちらのタツノオトシゴの可動範囲について説明します。まず頭部がヒンジでこのように動きます。ヒレもヒンジでこのように可動します。尻尾は根元がこのように動いて、先端部分はこのように動きます。可動範囲を活かしてこのようなポーズを取らせることができます。ちなみに台座がなくても安定して自立することができます。台座パーツがあることによってこんな感じのポーズを取らせることができます。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。高さ的にミニフィグ 3.5 体分はありますね。このタツノオトシゴ結構でかいですね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさはレゴマリオ2体分はあります。はい、レゴクリエイターユニコーンのタツノオトシゴはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターユニコーンタツノオトシゴに組み替えてレビューしていました。まずこのタツノオトシゴは前回のユニコーンと一緒ですごいカラフルに作られていてとても可愛らしいと思いました。ユニコーンと違って可動範囲は少ないんですけど、台座パーツがあることによっていろんなポーズも決まりますので、これもいいと思いました。次の動画ではこちらのクジャクに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。